今年2月、アビスパ福岡のイケメンストライカー山岸選手から依頼を受け始まったコラボグッズ計画。前回私川原が考案した山ピースをもとにグッズ案を本人に提案。今回グッズ実現に向けてアビスパ本社に直談判。どのくらい売れたら、うん、なんかこう OK というかね、いいなっていうのどうですかね。もうあの、はい、もうあんま売れんかったらもうそのまま本当買い取りよ。仕切り、なんとかですね、ご予算の方ですねいただきたく思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。頑張らせていただきます。そうですか、はい、うわー、ありがとうございます。これはすごいよ。一応これは創作手作り800円ぐらいでいけたんで順調に進んでいたグッズ計画、しかしガンバ大阪へ完全移籍決定的と衝撃報道。これに焦ったスタッフが本人を直撃。まあ朝起きたら DM、まあ、インスタしかやってないんですけど、すごい数来てて、なんだこれと思って、なんかこれやらかしたんかと思ってびっくりしたんですよ。中身はもう決めてたんですけど、みんなのそういう残ってくださいって一緒に戦いたいですっていうメッセージはすごい心にグッとくるものがありましたし、アビスパ今まで5年周期って言って落ちてたじゃないですか、ずっと J1 上がっても。でその歴史を変えれた、その中でプレーできた一人になれたっていうのはすごい嬉しかったですし、ルヴァンと天皇杯、その2つが残ってて、このチームでタイトル取りたいっていうのもあったし、アビスパでまだプレーしたいっていうのもあったんで残ることっていうのは。さらに山岸選手の心残りはもう一つ。グミめちゃくちゃいいと思うんですよ。30個ぐらい買ってチームメイトに配ろうと思ってて、あのブルーリバーさんに100個ずつ買ってもらって、でみんなに配ってもらいます、ブルーリバーさんに。残留を決意した理由の一つにグッズの方もあるのかなとか思うんですけど。ここが一番ですね、ここが一番ですね。なんとグッズ計画のおかげで山岸選手アビスパに残留を決意ということで、ヤムピースグッズ第1弾フォーム品が明日まで先行販売。現在120個売れています。さらに山岸選手注目のグミもあるとか、第2弾も近日公開。山岸選手ずっと応援してます。鉄がめちゃくちゃ出てきました。なんか今日頑張ろうみたいな、朝行ったら意味わかんないですね、渡りが頑張ろう、ゆうや頑張ろうぜみたいな、なんかめっちゃ出てくるんですよ。そういうなんか一流とかは結構、まあ、みんなからありましたけど、笑って普通にかいい雰囲気でやれています。もうもちろん頭の中にめちゃくちゃ想像してますよ。あ、これをこう配ってもらって、友達呼んでもらって、アビスパの夢だってっていうのまで考えてます。福岡でこう知名度だったり有名になっていかなきゃいけないと思うし、人気が出ていかなきゃいけないチームだって思ってるし、そういうのを可能性を秘めてるチームだと思ってるんで、まあ、これからもっともっとアビスパが広まっていくための一歩だったり、まあ、0.5 歩だったり、まあ、どんぐらいか分かんないですけど、その一つのきっかけを作ってくれる、企画を作ってくれたブルーリバーには本当に感謝しています。まあ、自分まだアビスパ来てからこの声出し応援っていうのがあのホームで一回もしたことがなくて、まあ、この前鹿島のアウェーで初めて声を聞いたんですけど、まあ、なんかすごいこうやっぱうわいいなってすごい思いましたし、アップの時から、まあ、今度ガンバ戦が声出し応援あり解禁されるっていうのもあるし、まあ、やっぱコロナ禍で今すごい大変な時期だけど、やっぱこういう時に強くなんなきゃいけないと思うし、いつかはそのアビスパのあのスタジアムで満員のサポーターの前であの声出し応援でプレーしたいなっていうのはどっかではちょっと思ってるところではあるし、まあ、その中でそのヤマピースのグッズを出してくれたらすごい嬉しいですし、結構見えるんで下からも、まあ、結構あの今もゲーフラ掲げてくれたり名前やってくれてる人たちにみんな手振ったりしてるんですけど、あのヤマピースグッズしっかり下から見つけたいなと思います。